ビッグレンズのソシャック面です。今回ね、このときめきメモリアル Forever with you というゲームをねやっていきたいと思います。お、なんだこれ。あー、一回セーブデータ作るのかな。全然操作性がわかんない。あなたの名字を教えてくれる。あ、なにこれ、名字と名前があんの。ちょっと待って、3文字しかなくねこれ。あ、漢字いける。なにこれ、終了でいいの。あ、終了。そういうことか、そういうことか。この名前ひどいな。それじゃあ、あだ名スタートで決定できるみたいな。で、あだ名が、あったあった。これ、これでいい、これ。誕生日と血液型も教えてね。え、誕生日も教えなきゃダメなの。これ、リアルの誕生日にしたらなんかいいことあるのかな。これでいい？これでいいです。僕の名前はソシャック名。あだ名はソシャック。誕生日は8月3日の、血液型は A 型だ。私の誕生日と血液型は覚えてる？いや知らねえし、突然のクイズ知らねえよ。どうすればいいのこれ。外れたらなんかあんの。あ、これ何、この子の誕生日って何、あの神の力を持ったソシャック面が決めていいってこと、そういうこと。これでいい。よし、藤崎しおりの誕生日は神の力で。まさか誕生日覚えてるって聞かれると思わなかった。お、始まったぞいきなり。俺の名前はソシャクメ。ここ私立きらめき高校の。早い早い、ちょっとこれさ、自動でじゃあ無理だと思っていたが第一志望だったが運よく合格することができた。あ、きらめき高校に合格した。あれ、さっきさ、あ、やっぱ自動だよね。最高の気分だぜ。ひそかに思っている藤崎しおりと同じ学校に入学できたんだから。実はハイライトされてる。彼女とは小学生からの幼馴染で家も隣なんだが、俺と比べて月とすっぽんだから未だに友達以上の関係には。あ、なんだこの手、すごい色。いや、やべえこいつ、何しけた面してんだよ。悟空みたいな声だけど。あ、ああ別に慣れ慣れしいやつの男には興味ねえ。これからよろしくな。お前はなんて言うんだ。いや、名前教えたくねえこいつ。俺はソシャクね。こっちこそよろしくな。あ、来たよ。やべえ、お、後ろのやつ喋ってる。すげえ素敵。すげえすげえすげえ、誰が来たんだろう。なんだ、急に女子が騒ぎ出したぞ。そのなんかカットインの仕方なんだよ。どこに座ってんだよお前。さっき隣にいたのに。やあ諸君、待たせたね。あ、移住院ね。若干声ちっちゃいかなこれ。この僕のことを知らない者はいないと思うが、僕が理事長の孫の伊集院レイだ。やばい、バラが、バラの花が。同じクラスの男性諸君には悪いが、まあ仲良くやっていこうじゃないか。こいつこんな声だったんだよ。あの絵は見たことあるんだけど。伊集院ってあの金持ちのか。嫌なクラスになっちまったな。女の子かす、ごっそり持ってかれる。そうだな。あ、次はしおりの自己紹介みたいだ。お、立ち上がった。すげえ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 、動いてる動いてる。皆さんはじめまして、名前は藤崎しおりです。趣味は音楽鑑賞でクラシックとかをよく聞きます。皆さんこれからよろしくお願いします。よろしく。あ、動きがなんか硬いね。緊張してんのかな。いい、藤崎しおりちゃんか。このクラスでよかったぜ。そのなんかのけぞり方気持ち悪いわ。さっきは嫌だって言ってたけど。今お前のこと見たぜ。あの子知ってるのか。そっか、幼馴染だっけ。知ってるも何も俺の幼な馴染だよ。じゃあ彼女の誕生日は。これちょっと、これスキップされんのやだな。これ自動で流れてくのやだ。めっちゃメモ取ってるぞこいつ。やばいぞこいつ。音楽鑑賞って言ってたじゃないか。スリーサイズは。そうか、水星座ってやばいね。そんなの知るかよ。よし、チェックだチェック。こんなメモ取ってるやついたら超怖くね。お前そのメモ帳女の子のことばっかりじゃないか。ま、女の子のことで知りたいことがあったら俺に連絡しな。力になるぜ。あ、いわゆる悪友ってやつね、これが。すごいな、話には聞いたことあるけど。お前この高校の伝説知ってるか。伝説？なんだそれは。そこの窓からでっかい木が見えるだろ。木があるの。なんか意外と普通の木だったな。あ
の木の下で女の子に告白されると永遠に幸せな関係になれるんだってよ。へえ、そんな伝説があるのか。誰が言ったんって感じで羨ましい話だな。伝説か、そうだな、俺なら。ああ、やっぱこの子なんだ。こうして不安と期待の高校生活が始まった。おお、なんかすごいな、目がやられそう、この画面。ああ、なに、そういう感じ、いきなり始まる感じ。ちょっとこれさ、音量バランスとか調節したいんだけど。え、ってか、なんの、まあ、ないか。チュートリアルとかないんだね。何をすればいいんだ、これは。てかどれが何なのか分かんないんだけどときめきメモリアルってゲームは知ってるんだけど、やったことは一回もなくて、今回これ初なんだよね。これ何、これなんか毒薬作るみたいな。ダメダメってさ、何これ。あ、なんかあれか、鍛えてるってことだよね。あ、一日過ぎたの、もしかしてこれで。で、これ学校のマークもあるけど、これ多分部活か。で、これは絵を描く。で、これが勉強。で、これが体力。これなんだろうね、これ。友達とつるむ。ちょ、こっちは何これ何、友達じゃなくて、なんかその辺の人と話すとか。で、なんだろう、これ、調査。プレスってこれ。とりあえず絵を描くっぽいから、これやってみようか。あれ、ブーってなった。ああ、夜になったってこと？じゃあ、勉強しとく。勉強なのか、これ。あ、これは良かったみたいだな。数値が、あ、でもなんかストレスとかの下がった時がブーってなるのかな？はあ、今日は調子が悪いな。マジか。いきなり調子悪くなっちゃった。無駄なこと。せいぜい頑張り構え。ずいぶん声高いな、こいつ。なんかいきなりもうやる気なくなっちゃうよ。そっか、ああやって嫌味を言ってくる。じゃあ次は何でしょうね。今日曜日らしいね。これちょっと選んでみる。このなんか友達と遊ぶ系だと思うんだけど、あ、やっぱそうだな。で、確かあのしおりちゃんは映画が好きとかってさっき言ってたから、なんか多分この芸術系を極めていけばいいんでしょ、きっと。頑張れ頑張れ。ああ、芸術増えたね。あ、そういうことか。このステータスをまんべんなく上げていかないと、見向きもされないっていうね。箸にも棒にもかからないってなっちゃう。これなんだろうな、学校。日曜日だけど学校行くってこと。ああ、部活か。つか、電脳って何？やばくない？音楽とかって言ってたけど、どれに当てはまるんだろう。演劇とかとりあえずやっとく。演劇、あ、なんか入部しちゃった。やば。まあ、いっか。何をやってるんだよ、これ。これなんだろうな、これ。なんだこれ。あー、自分磨きね。鏡に向かって話しかけて、これなんだろう、これ。調査みたいな。あ、雑誌か。カレンダーで自分のバイオリズムが確認できるんだった。バイオリズム？え、全然わかんないまま進めてるけど、これ大丈夫か？わかんねえ。何これ、このグラフ。こう、上がってるからいいってこと。これとこれは押せないみたいなんで、電話かけてみる、とりあえず。あ、何これ、いきなり電話かけれんじゃん。こいつに嫌がらせの電話かけれるってこと？一応かけてみようか。しおりちゃんにかけてなんか好感度下げたくないんで。伊集院にちょっと、お前いつも俺に嫌がる、あ、無言電話しよう、無言電話。だな。あ、喋るのか。普通に喋って。もしもし、ソシャック面ですけど。なんだ君か。何の用だね。本当何の用だね。いや、別に用はないんだけど、なんとなく。あいにく僕は君のような暇人じゃないんだ。それじゃあ失礼するよ。切られた。相変わらず憎たらしいやつだ。これからも嫌がらせの電話を定期的にしておこう。で、ちょっと待って待って、じゃあ次何しよう。この鉄アレ、何これ、筋トレとかそういうこと。あ、運動だ。これは何、寝るってことは寝た方がいいんじゃない。たまには寝とこうか。え、あ、すげえすげえすげえ、容姿とかめっちゃ増えた。
寝ないとダメなんだやっぱ。お、なんだこれなんだこれ。あー今日も疲れたな、急いで家に帰ってゲームでもやるか。あ、しおりがいるぞ。おい、しおり。あ、今帰り。あ、喋らないんだ。シャクメンくんって、シャクメンくんもやばいな。すげえ、こんないきなり冷たい選択肢選べんの。そうだよ、じゃあお先に。でもこれも結構アグレッシブだよね。突然一緒に帰らない。まあでも幼馴染だから大丈夫かもね。一緒に帰らないか、この、そう、シャクメンと。一緒に帰って友達に噂とかされると恥ずかしいし。いや、されないだろ。一緒に帰って噂されちゃう。どんな噂。そうだね。それじゃあお先に。どんだけシャイなの。さよなら。ああ、そうなっちゃうんだ。しょうがない。一人で帰るか。あー、なんかせっかくのイベントが無駄になっちゃった感があるな。どうしよう、もうちょっと科学実験とかしとくか。何が増えた今。運動、雑学、芸術、やっぱ増やしていこうか。あの文芸的なね。めっちゃ増えた。あ、なにもう寝ないとだね。あ、違うか。これめっちゃ全振りにして、とりあえず芸術といえば尺面ぐらいにしとく。そうしよっか。今日曜日でしょ。これ日曜日で電話でなんかデートに誘うとかあんのかな。ちょっとやってみよっか。しおり、どうなるどうなる。はい、藤崎です。出た。尺面って言いますけど。え、どうしたの今日は。そうだよね、突然電話かかってくるの日曜日に。日曜の昼間にいきなり電話かかってきたらビビるよな。え、何、いきなりデートできちゃうの。え、マジで。14日にするじゃあ。あ、何これ、デートする場所選べんの、すげえ。ちょっと待って、次のページ。いきなりコンサート会場とか行っちゃう。それはレベル高いか。最初は近所の公園とかにしといた方がいいのかな。いや、でもちょっと一回あれだな、ゲームセンターとかも面白そうだけど。遊園地いきなり誘ってみる。5月14日に遊園地へ行かないか。ね、ごめんなさい、その日は用事があるの。せっかく誘ってくれたのに。無理だろ。てか電話でいきなりさ遊園地行こうって来たら断るよね。そりゃ断るわ。いいよ、気にしてないから。また今度誘ってね。めちゃめちゃ気にしてそう。うん、そうする。じゃあまた。ガチャ。くそ、次こそ絶対落としてみせるぞ。あ、誘ってみせるぞ。マジか。いや無理だろ絶対今のね。絶対今電話機の受話器、俺がしおりちゃんだったらガチャンって置いてるね。やばいなこれ。ちょっと勉強もしないとバカだと思われちゃうから。勉強もして。お、あー今日も疲れた、もう急いで家帰ってゲームやりて。あ、しおりがいるぞ。同じじゃないかこれ。おい、しおり。あ、今帰り。そうなんです。これどうする、また一緒に帰らないでしょ。一緒に帰って友達に噂とかされると恥ずかしいし。え、同じじゃねえかよ。そうだね。ごめんね、さよなら。ってことはここはお先にした方がいいのかもしれないね。お、なんだなんだと勉強しまくってる。あ、今ので選んだ時に突発イベント的に出たってこと。あー放課後だ、眠いな。おー、なんだなんだ。あ、ごめんなさい。あ、しおりちゃんじゃない、似てるけど。いや、いい。映画に遅れる。映画に遅れるってお前やばくねえかそれ。なんだろう今の子。え、それで終わり。今のは何だったんだろうな。それを調べたりとかなんかあんのかな。これかな、やっぱ。ここ関係ないか。きらめき中央公園。あ、なんかこれイベントがあるってこと。あの別のゲームの CM まで入ってる。これ押したらなんかなるのか。なんないかな。じゃあ自分磨きしようか。あの磨きまくって、
8月までにちょっとデート誘えるようにした方がいい。筋肉とかもないと多分嫌われるんだろうね、きっとね。わからんけど。運動スキルも上げて。あ、ダメだった。ちょっと待って。あー、今日も疲れたな。急いで家に帰ってゲームだ。あ、しおりがいるぞ。おい、しおり。なんかすげえな、これもう。何回もループしてない？同じだろこれ。でこっちにしてみる、試しに。そうだよ、じゃあお先に。どうせお前誘っても噂とかアホなこと言うから。さよなら。すんなりさよならってどうとも思われてないってことだね、要するに。じゃあこの科学実験みたいなやつやって、ちょっと何が増えてるかちゃんと見よう。体調、芸術、容姿が増えるんだ。絵を描いたら容姿が増えるとか、やばい。お、なんだなんだ。絵は心が休まるぜ。くぅ、しびれるセリフ。何を言ってるんだこいつ。素敵な絵ね。お、なんか来たぞ髪型やばくないこれ。なんだろうこの髪型、なんか見たことあるような。あ、ありがとう。君の髪型もビューティフルだよとは言わないのか。私は絵が好きでたまに描いてるんだ。声がなんかすごい、その辺から連れてきた人みたいな声で。今度見せてよ。ダメよ、私の絵は人に見せると動き出すのよ。動き出す。それを俺が縄で捕まえると。俺は一休さんか私、片桐彩子。あなたは？あ、俺、そう、釈明。絵のことは考えとくわ。今度また絵の話をしようよ。それじゃ。そこで立ち去っていくな。あ、逃げた。片桐彩子、彩子だっけ、アナドリンのやつ。どこかだよちょっとしか話してないじゃん今の。あ、そっか、絵を描くにしたから、あの絵が好きな子がちょっと出会うことができたってことか。あー、今日も疲れたな。急いで家に帰ろう。あ、しおりがいるぞ。おい、しおり。ちょっとこれやっぱり一緒に帰らないにしてった方がいいの。一緒に帰って友達に噂とかされると恥ずかしいし。いや同じだな。しょうがない、一人で帰るかなんだよこれ意味わかんないよ。ちょっと自分磨きもして、多分容姿がめちゃめちゃすごかったらとかあるのかもしれないね。寝たりもした方がいいね。ずいぶん寝るな。2日間寝てたってこと？え、3日まで過ごし、あ、眠るんじゃなくてあれか。多分なんかダラダラ過ごすとかそんな感じなんだろうね。今日は体育祭だ。突然体育祭始まった。どの競技に参加しようかな。あ、やべ、運動スキルあんま上げてねえぞ。スプーンリレー、借り物競争、別の競技。どれがいいかな。別の競技何あるかちょっと見てみようか。やべ、二人三脚、玉転がし。すげえすげえすげえ。あ、この4つのどれかだ。そうだな、この中で一番楽そうなのはスプーンリレーってなんだろうね。ここにしよっか。スプーンを何持って。ボールが左に動いているときは L ボタン。やばいやばい、何これ。右に動いているときは R ボタンで、落ちないようにバランスをとってね。丸ボタン連打で走れるのよ。なるほど。ちょっと待って、何これ、どうやってるの。あ、間違えた。あ、これむずいむずい。やべ、わかんねえわかんねえ。とにかく丸を連打して、あ、こういうこと。あ、わかったわかった、意味やっとわかった。ちくそ、むずいぞこれ。てか丸の連打頻度が、ちやばい、むずいこれ。みんな余裕シャクシャクでやってたけどさ、超むずいんですけどあ、ビリだろこれ。しょうがないね。しょうがないねってなんだよ。あ、めっちゃ疲れた今のあれかな、スキルが低いから連打が
連打した時のパワーも少ないとかあるかもね。なるほどね。じゃあ運動力も結構鍛えとかなきゃだな。早速鍛えようか。あ、下がるんだね、これをやると逆に。理系か。お、なんだなんだ。お、あー今日も疲れたな。急いで家に帰ってゲームだ。あ、しおりがいるぞ。おい、しおり、笑ってんじゃねえ。もうこれしつこく一緒に帰らないでしょ。一緒に帰って友達に噂とかされると恥ずかしいし。誰だよその噂する友達はよ。しょうがない、一人で帰るか。これやばいな。ちょっと待って、もう結構これやり始めてだいぶ時間経ったな。芸術もやりつつ、いいぞいいぞ。あー今日も疲れたな、急いで家に帰ろう。違う人出るか。あ、違う。あ、しおりがいるぞ。おい、しおり、一緒に帰って友達に噂とかされると恥ずかしいし。誰に噂されるのさ。誰も噂しないから。しょうがない、一人で帰るか。やばいこのゲーム。電話かけてデートの約束して終わるか、とりあえず今日は。あ、待って、こいつ、このさ、悪友に連絡してなんか情報もらえないか。はい、早乙女です。もしもし。そうですけど。そうですけど。お、よくかけてきてくれたな。釈面かって、やばい。女の子のことなら任せてくれって、任せておけって言ってたよな。全てだ。あ、え、評価を聞くとか、なんでそんなの知ってんのこいつ、やばくない？デートスポットを聞く。あ、とりあえず評価聞いてみる。評価聞くって言ってもまだ一人しかいないけどな。女の子たちが俺をどう思っているか知りたいんだ。それ人任せとかやばくない？評価か。ちょっと待ってくれよ。いや、わかるんかい。女の子のお前に対する評価はこんなとこだな。悪いだろこれ。7段階中3だね。女の子の情報でも聞いてみようかな。情報まで持ってんの。あ、え、これ女の子なのこいつ。なんで移住員が含まれてんの、しおりちゃんをね。しおりのことについて知りたいんだが。あ、いいぜ、ちょっと待ってくれ。いや、幼馴染なんだからこいつより知ってなきゃおかしくねえか。実際調べてるし。あ、耳がポジってよ、耳かっぽじってて、どこだな。雑だな。てかさ、なんで知ってんの。今思ったらさ、しおりちゃんめっちゃ高スペックじゃない。成績優秀、スポーツ万能、しかもクラシックを聞くみたいな。サンキュー、いつも悪いな。いつもこんなことやってんのかよ。何ってことよ。女の子の情報なら俺に任せてくれや。やばいなこいつ、何者なんだろうっていう感じか。オッケーオッケー。じゃあちょっと今回ね、このぐらいにして、しおりちゃんをね、まず狙っていく感じでね。まあ多分ステータス上げていけば余裕っしょ。ということで、じゃあまたな。